はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ライズオブネーションの絶対に勝っていくシリーズですね。このシリーズは、こちらのライズオブネーションの設定をですね、いじってだいたい10分から15分でゲームに勝っていくというスタイルで楽しんでいくシリーズになります。で、ポイントですね、文明は味方も敵もね、両方ともランダムでいきます。で、マップもね、ランダムで設定してます。で、マップサイズね、ビッグヒュージということで結構大きめのマップを使っていきます。で、特徴的なのが資源が無限ですね。どれだけ資源は使っても大丈夫で、最初の5分間はね、両軍とも武器の準備とかに当てていきたいと思いますので、戦争不要、戦争なしの状態ですね。平和協定を結んだ状態になってます。で、両方ともね、スタートインフォメーションエイジということで現代からスタートしていく感じでいきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。今回ですね、文明はどこが来るんでしょうかね。はい、地図はね、イーストミーツウェーストということで、なんですかね、これ真ん中に川があるのね。ちょっとね、最初ね、必要なものをいくつか作っていかないといけないんで、あ、これね、最初作ると負けちゃうんで、最初はね、これ作っていきたいと思います。スーパーコリーダーですかね。加速器ですね。で、畑とかあるとね、どうしてもこの住民がね、作業するのが遅くなっちゃうので、ここは全部このとりあえず加速器に人を割り当てていって、で、最初のうちにね、なるべくこれをね、このミリタリーレベルの、文明を研究した方がいいですね。そしたらね、もう一個街が作れるんですよね。あ、違うな、青だな、これだね。これ研究しないとダメですね。で、畑とかはね、あんまり置いとくとこういうのはあれですね、良くないですね。なんでかっていうと、住民がやっぱこれ建て終わった後にそういうのを耕しちゃって、他のものを作ってくれなくなっちゃうんですよね。はい、そろそろ研究終わりますかね。で、多分これで2都市目が作れるんで、2都市目、あ、作れますね、もう。で、2都市目作っていきたいと思います。で、2都市目ね、できたら研究所がね、もう1個、研究所とか図書館ね、もう1個になるんで、若干この開発のスピードが上がっていくかと思います。で、今回なんですけど、ここに空港を入れて、あとはね、歩兵と、戦車はいいや、この車両基地で行きたいと思います。で、基本ね、このミサイル基地と車両基地、歩兵基地、それから空港の3セット、まあ、4セットか、4セットで行くのが僕はいいんじゃないかなと思ってます。で、図書館ね、順調に今研究は進んでますね。で、まあ、これ正直ここ加速器立ち上がったらね、一気に全部研究終わっちゃうんで、正直そんなに急がなくても大丈夫ですね。で、今のうちはね、やっぱり町たくさん作っとくのがいいかなと思うんで、町ね、何個か作っていきたいと思います。どうしようかな、ちょっとあれだね、あれ、これこっちだね、こっちに領土広いね、こっちに作ろうか。上に作っちゃったね。まあいいよ。はい、じゃあね、町2個目できたんで、ここ図書館建てていきたいと思います。図書館はね、この研究が終わるまではいくつかあった方がいいですね。で、弾道弾ミサイルですね、 ICBM 建てていきたいと思います。はい、順調にね、人は集まってるし、ちょっとこっちも作って、スピード上げていきましょうかね、建設は。はい、で、これね、まあ、余裕が出てきたらこういうの、こういう風に敵のね、入ってくるゾーンぐらいにいっぱい立てておくと。そしたらね、これ飛行機で、攻めてきた時に地対空ミサイルなんでね、
飛行機をこれで吉田に、撃墜してくれます。まあ、これいいところね、人工使わないんで、他のね兵士とかは人工使っちゃうからね、あれなんですけど。しましょう。あ、これできたね。できたんで、研究をとりあえず全部させて、それからね、ここからもう本当に軍事基地作っていくしかないんで、ちょっと広めの場所に作っていきたいと思います。建てる予約さえしちゃえばね、あと自動で作ってくれるんで、こんなんで大丈夫ですかね。まあ、軍隊については今 AI のアシストも入ってくれてるんで、勝手にだいぶできてますね。でもうじき回線状態に入ったらですね、ミサイル打ち込んでいきたいと思います。あと15秒ぐらいですね。今よく考えたら港作ってないですね。作んないと多分やばいというか渡れないんで、港作っていきたいと思います。ちょっと待ってみましょうね。はい、じゃあミサイル入れていきたいと思います。ちょっとね、相手も結構今回だいぶ成長してるんで、ちょっとね細かく入れていきたいと思います。具体的には大丈夫かなっていう感じなんで、早速ね、制圧していきたいと思います。なぜかね、軍艦も勝手に作ってくれてるんで、正直今のこの状態で軍艦とか潜水艦いるかって話はあるけど、まあ何位に越したことはないっすから。相手も軍艦持ってるからね。軍艦どうしようかな。まあ、せっかくなんで軍艦対軍艦の戦いで聞いておきましょうか。潜水艦こっちあるんでね、潜水艦あると結構すぐ相手は死んじゃうんじゃないかなって感じですね。大丈夫そうですね。正直ここね、海上封鎖されるとちょっとあんまり、あ、でも潜水艦なくなっちゃった。潜水艦なくなっちゃいましたね。もう港開いてないんで、これさえ落としちゃえば大丈夫なんですかね。大丈夫ですね。ちょっと開発がねだいぶ戻ってきてるんで、もう一回この辺で、今ね自国軍いるんで、ちょっと慎重に打っていきたいと思います。慎重に打っていきたいと思いますが、ちょっともうミサイルが撃てないですね。この辺に打っていけば大丈夫かな。はい、じゃあねこれで大丈夫だと思うんで、次こっちの町行きたいと思います。こっちから行きますかね。かなり今人口とね
余ってるので少し人口については減らしていきたいと思います。今この町取れましたね。はい、取るシーン全然見てないけど、でこれ取っていきたいと思います。こんな感じですかね。あ、もう取れちゃった。なんかあんまりも開けないですね。で次これいきたいと思います。あ、これちょっとあれだね。まあいいや、ちょっとね取るのかかるんじゃないかなって感じですね。今健康な状態なんで、まあでも正直ね車とヘリあるんで、大丈夫だと思います。順調ですね。これだけ打ち込めれば結構スライド落ちるんじゃないかなと思います。あ、いいですね。この火炎放射器も今回来てますね。戦車来たらね結構早いと思うので、はい、今落ちましたね。でこれで歩兵が入って領土が変わります。さあで、次残りが2つですね。どうしようかな。内側残して次こっち行きましょうか。ここでまたミサイル入れてない状態ですけど、まあ、そのまま行きたいと思います。こんなに正直軍隊いればね全然大丈夫だと思うんで、で周りにねいくつかもう建物できちゃってますね。まず陥落してここ制圧した後に、他のね軍事施設も崩していきたいと思います。ミサイル基地と歩兵基地、それから市場ですかね。なくなっちゃった。はい、これで大丈夫ですね。で、他の軍ももういないんでこの町大丈夫ですね。じゃあ残り最後崩していきたいと思います。ベルサイユ宮殿かな。ベルサイユ宮殿とあと何個かあれだね、建設中があるね。もう相手の飛び地みたいになってずいぶん過ごしたね。あ、勝っちゃいました。はい、というわけで今日も10分24秒ですね。まあ、サクッと勝っていきましたけど、一応結果ね見ていきたいと思います。まあ、スコアはねここら辺で多分3分ぐらいで、こっちがね人工知能とかできたんでスピーディーですね。ミリタリーグラフもまあ同じような感じですね。進行始まってからこっちが一気に勝った感じですね。あ、一瞬こう負けてるね。そんな感じです。じゃあ、今回もね、サクッと勝てていきましたので、また次回もお楽しみにご覧ください。ありがとうございます。